花森ゆみりは日本の女性声優、M&I 所属、神奈川県出身。幼稚園の頃から小学4年までバレエを習い、その後は中学2年までテニスをしていたが、当時から膝の故障を繰り返していた。アニメにハマり出したのは中学2年生の時で友人からの応援がきっかけで声優に興味を持ち始めたという。中学3年の時に、 テニスの友達に誘われて、声優デビューのきっかけとなった、第2回ポニキャンセーマオーディションにリミュー名義で応募し、審査員奨励賞を受賞。2015年には、ラジオ .i62 代目パーソナリティを務めた。2016年公開の、ガラスの花と壊す世界で、劇場アニメ初出演で、初主演を務め、2015年10月22日には、 第28回東京国際映画祭にて、ガラスの花と壊す世界チームとして、監督の石浜正史、プロデューサーの石原良一とともにレッドカーペットを歩いた。ポニーキャニオンアーティストを経て、2017年4月から M&I に所属。2019年11月1日、以前から膝の状態が思わしくなく、室外骨は脱球、及び半月板損傷と診断されたことを、 M&I 公式サイトで報告。担当医師から、当面の間は膝に負担がかかる可能性のある、パフォーマンスの禁止を申し渡され、メディアミックスプロジェクト、リ・ステージ、のいつむらあきら花役を、同月17日のライブをもって卒業することとなった。公認は、例内ともみ。ふとじは、メインキャラクター。は、インターネット配信。は、インターネット配信。 ありがとうございます。